リスト・ユシライネンは、フィンランド、中央スオミ県、ユバスキュラ出身の元スキージャンプ選手。1992年12月に、スキージャンプワールドカップに17歳で、デビュー、世界選手権の代表に抜擢される。ラージヒルで15位に入り、続くジュニア世界選手権では、団体金メダルを獲得した。その後成績は、伸び悩んでいたが1999から2000シーズンにクオピオで自身初の表彰台となるなど、ワールドカップ総合8位の好成績を収めた。2000から2001シーズンは、白馬と札幌、ビケルスンで2位になるなど好調を維持し自国開催の世界選手権では、団体戦で2つの銀メダルを獲得した。さらに3月3日のフライングでワールドカップ初優勝。総合で3位となった。翌2001から2002シーズンもクオピオで通算2勝目を挙げるなど好調で、ソルトレークシティオリンピックでは団体戦銀メダル獲得に貢献した。ワールドカップ総合は10位だった。その後怪我などで低迷したが2004から2005、シーズンに復活する。札幌のワールドカップで2位になるなど好調を維持して、世界選手権に臨み、ラージヒル団体で銀メダルを獲得した。ワールドカップの総合では12位となった。冬のシーズンが始まる直前の2007年11月23日に夏のシーズンに成績が振るわなかったため、現役引退を発表した。ワールドカップでは通算2勝。ありがとうございます。